こちら、ルースです。はい、では今回はですね、投げるときに、変な回転がかかっちゃうんですよねとか、結構なんか横に逸れちゃうんですよねっていう方に向けて、お話をしていきます。どういうことかっていうと、リリースの時に、ちゃんとボールに力がまっすぐ、綺麗な回転が伝わってない方、あとは結構横に引っ掛けちゃうよっていう方とか、結構こういう方が多いので、今回の動画を作りました。で、変な回転にかかってしまうっていう原因として、手のひら、持ってくるときに手のひらが頭の方にこうやって向いてる人が多いんですよね。こうやってこうやってこういう風なんですね。内側に見るとこういう風に。で、プロの選手、例えば、大谷選手とかも結構綺麗、やっぱりさすがだなって、綺麗だなって思って見てるんですけど、トップもスプラス作って、トップが作れて、こうやってこっちに持ってくるときに、手のひらはこうやって上向いてるんですよ。なんで上向くのがいいかっていうと、ここから体回して手のひら上向いてたら、あとここから肘伸ばすだけなんですよね。普通になんかこうやってひねる、ねじる必要はないんですけど、結構多いのが自分で気づいてないパターンが多いんですけど、こうやって持ってきたときに小指が上向いてるんですね。小指が上向いてるからこのまま伸ばすとこうじゃないですか。だからそこをこうやって戻す作業が必要なんですよ。ここからここまでなんで。で、そっちの方に力が使っちゃったりとか、変なそれで力みつながっちゃうんですよね。戻さなきゃいけないって、リリースの時見える瞬間にピンポイントでここにこうやって合わせなきゃいけないので、ここを向いてたらそのまま投げるだけ、肘伸ばさなきゃいいんですけど、なのでトップ作った後に持ってくるとき、この時に肘がちゃんと手のひらがちゃんと空を向いて上向いてそこから伸ばすだけなのか、小指がこうやって向いちゃってるのかで戻さなきゃいけないのかっていうところはしっかりチェックしていただけたらと思います。あとこれを変えるだけでもストリングの指先で弾いてる感覚とか伸びがだいぶ変わってくるので、ただちょっと注意点なのは、自分でなかなか気づいてないパターンが多いので、ちょっと例えば動画を送っていただいたり、僕に動画を送っていただいたりとかしていただければ、そこでどうなってますよとか、どういうふうに改善してたらいいですよっていったところのアドバイスさせていただきますので、その場合は公式 LINE の方、動画概要欄に貼っておくので、そこからご相談いただけたらと思います。はい、なので、ポイントとしては、小指が上にこうやって向いてる人が多いですよっていうのと、あとはそれを手のひらを上に向ける、空の方に向けて、そのまま肘を伸ばすと、力みも少なくなりますし、スムーズにボールが投げられる、ボールも減りますよ、そのところで、僕はお伝えしました。なので、そこをちょっと意識して、キャッチボールから難しい場合は、それを壁当てのところから、自分でどうなってるのかな、そういったところをチェックしてやっていっていただけたらと思います。はい、ではこの動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。はい、では今回の動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。はい、ちょっと動画いいなと思っていただけたら、チャンネル登録の方もぜひお願いします。チャンネル登録をしていただきますと、明日にですね、動画が新しくアップロードされた時にあなたに新しい動画がアップロードされましたよという通知が行くようになってます。あとは僕のテンションが上がります。編集とかで結構地味なことやってるので、ぜひテンション上げるためにもぜひチャンネル登録の方お願いします。で、そこには動画概要欄の公式 LINE の方の URL をクリックして、何でもいいのスタンプを僕に送ってください。そうしますと、個別のですね、テキスト、あと動画の私、あと個別指導ですね、練習の投げ方の動画を送っていただいて、それを見て僕が個別でアドバイスと、その方に合った練習動画をお渡しさせていただきますので、ぜひ、チャンネル登録、2つ目の動画概要欄の方で公式 LINE の URL をクリック。それでは、そこにスタンプをしていただくといったところでお願いします。はい、では本の概要になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。